アトモスはだから前からすごい、はい、あそこのジャンクヤードの時からずっと俺買い物行ってたから多分みんな働く前とかから知ってんじゃないかな。で、あのほら本名とかってそうなんだ、はい、でいつも新しい靴はそこにあるから上野まで行かなくて済んだからすごい助かったから、だから前からすごいいつもお世話になってたね。で必ずほらない俺も普通にあるのは嫌じゃん。でアトモスとかはちゃんとこうほらレディースのカラーが良くて超でかいサイズが入れてくれたりとかしてたからよく言ってましたね。スニーカーイコールアトモスみたいな感じになってます。はい、正直あのバウンティーハンターというブランドのイメージからするとスニーカーっていうのはヒカルさんにあまり正直イメージがなくてどうしても生そうなイメージっていうのが僕の中でずっと雑誌に出てたイメージっていうのがもう、うん、なかなか離れなくて今回そのスーパースターが実は好きでっていう話を聞いたときに、うん、なんかすごいみたいな、うん、もう意外な印象しかなくて、うん、逆にそうプッシュしてくれてるとかそのオリジナル持っててっていう話を聞いたときに、うん、すごいやっぱその意外性というかそこの意外なこう組み合わせに僕はびっくりして、うん、なんか面白いこと仕掛けられたらきっとすごいバズが大きいのかななんて、なるほど、はい、感じましたね。スーパースターは本当に好きで、だからパンクとか知る前で中学校の時にバスケットボールバスケ部に入っててでその時にみんな買ったのかなスニーカーってこのスーパースターを。でみんなは黒白の方を買って、多分黒白がね5800円とかじゃなかったかなこの中学校の時で、白に俺エンジだったので、エンジでここ金だったんだよ。でそれが多分8800円かなんかで、中学校の時の初売りでお年玉って金額があってそれでずっと入ったかな。で高がいくつだったから、でバスケとかも終わってもほらヤンキーになるでしょ、靴脱いでそれをずっとそのなんか草履代わりにずっと入ってたから、俺の頭の中にもすごいこの形がインプットされたのかもしれないし、うん、僕もバスケ部、実はバスケ部で、うん、僕らの時はもう少しちょっと後なんで、うん、こうナイキでいうエアーとかがこう流行ったりもしたんですけど、うん、やっぱりそのスーパースターってイコールあのバスケットのもう往年の名選手が入ってたみたいなイメージがあったんで、うん、もうそういうところでこうちょっとリンクする部分に、そこも意外ですね、意外なこうから共通点があるなってことでびっくりしました今ね。そうなんだよね。それで知ったのはそれが一番最初かな。うん、スーパースターの中でも一番形が綺麗でって言われるモデルをまあベースにできやっぱりしないと、スーパースターをチョイスする上では、ね、やっぱりこれが一番かなっていうのが僕らの中ではあったん でせっかくのもともとがもうすごいいい靴なんで、うん、あんまりこうむちゃくちゃな装飾はいらないかなという、うん、その中でまあ少しエゴを出して、うん、こうかっこよく表現できればやっぱりそのスーパースターの持つ魅力プラスアルファみたいなところでまあお客様にも喜んでもらえるかなっていう形で僕らはこういうふうな、まあ、こうちょパッケージにしてるんですけど、いや全くその通りだと思うし、でほらいろんなアディダスもずっとこういろんなの出してるでしょ、どれもダメでそこはちょっとなんでそうするのみたいな、でこうほら味出すためにこっとこう加工してみたりとかさ、はい、なんかいろいろするじゃん。でもなんかちょっとやりすぎなところが少しそこが全部ダメで、でもなんか本当に2年ぐらい前にやっとちゃんと昔の形のやつがドン出たでしょ、はい、あれからまた履いてまた超いいなとか思って、でほらそんなにめちゃくちゃもやってないし、はい、すごいいい感じで入ってるからすごいなんかバッチリだと思います、はい、それにやっぱりほらアトモスさんがずっとほら靴売ってるからそれバランス加減が超分かってるでしょだからそこすごいなと思ってありがたいです。そんな、いやいや本当にそう思う、うん、まあ、過去に出したものよりも正直この蓄光プリントの技術が向上しまして、うん、今までそのまあ第一弾なんか本当にあまり光らなくて、お客様からも知ってる全然光んねえじゃんみたいなことよくお叱りをいただきまして、まあ、俺は惜しかったよお客様ブログでご紹介いただいたようにそれでまあ僕らもまあよりクオリティを上げていきたいというので、まあ、シリーズの中でちょっとずつ実は見えないあまり見えない変化なんですけどアップデートしていて、うん、まあ、今回はもう結構その何ですか最終形態というか、今までこう簡単な鱗の縁とか、まあ、鱗の柄をプリントするだけだったのが今回はこうグラフィックとしてきっちりこう鱗のその何ですかね
よりリアリティのある鱗のグラフィックをこう実行で表現することができたりだとか、あとはあのソールの色っていうのも、まあオリジナルからこう時間が経つことにつれてこう少しずつこう色が変化していく雰囲気をこう演出してみたり、あの紐の細さなんかもやっぱり今の既存のこう紐よりもやっぱちょっと細くしてですね、よりこう昔に近づけるような、そういうところにこだわりを持って、あの一応今回はよりあのグレードアップしたあの G スネークっていうのを作ってみたんですけども、ヒカルさんから見てどうですかね。いやだからなんか今までずっと何にも引っかからなかったし、でもこれはその細くしたとかそういうのも知らないから俺全然でもあそうなんだみたいな、だからこう黄金比はもう出てると思うから、いやでもただ欲しいだけでもそれで大騒ぎしただけなんで、いや本当に欲しい一言とかもう見ても全然ちょうどいい感じでいいですね。スーパースターももうこれも黄金に出てるじゃないですか、はい、そんなにいじることもないし、ね、蛇乗せたみたいな、俺の自分のあれなんだけど、うちのロゴバウンティーのロゴも俺の中ではもう黄金に出てるやつだと思うから、それに載せるだから全く同じようなやり方かなみたいな、これもほらね、あんまり自信ないで載せるみたいな、ね、はい、これもただ自信ないで載せる、全く同じ感じかな。そうですね、僕ももう見ててこのロゴっていうかアイコンを使わせてもらえたことがもうそれだけでも十分もうすごいハッピーで、やっぱあのこうなんですかね、もう本当にオーセンティックなというか、もう一番こう代名詞みたいなものを、こう僕らも今回のこのアイデアですけど、まあスーパースターってアイデアの代名詞なので、それとこう同じレベルのものをこう一緒に作らせてもらったっていうのがすごいありがたくて、それにやっぱりこうやっぱ人生ってすごい長くあって、自分の好きなものってのは全部もうインプットされてるでしょ、でもなんかすごく合わない、これにこれってさ、いやバッチリだと思います、だからなんかもしかしたらこれのなんかそういうのも俺の中に入っててこのデザインができたのかもしれないし、だからなんか、何の違和感もなく普通に T シャツやるとあロゴでしょみたいな別に普通にそう思っただけだから、自然な流れだと思います。アトモスとしてはやはりあの往年のスニーカーファンの皆さん、あとはその若い新しい世代にも、まあ、古き良きものをもう一回フォーカスしてほしいなっていうのがあるので、あのいろんなスタイル問わず本当にもうそのロックな方からもう本当にストリートはもう B ボーイでも何でも全然 OK なんで、あの秋葉ボーイでもいいのでみんな履いてくれれば満足なんで、俺はただ履きてえだけだから別に誰履こうが関係ねえしいやもうこれは履くでしょうみたいな感じで、どうでもいいしよ、そんなどうなって全然その辺はどうでもいい感じはしません、ね、ただ自分がこうなんか着たい服着てなんかやりたいかなみたいな期待もしてないし、何も別にないですね。でもなんかまたなんか一周した感がすごい、15年ぐらい前と一周した感がすごいあって、なんかそういうまたあれみたいな、どっちもなんかすごい上がってきてるし、なんか一周したのかなみたいな、みんなほらセレブリティとかつっておしゃれなお金持ちの格好真似したりとか、そのがだんだん違うっていうのを気づき出すのが金持ちじゃねえからだからみんな普通に戻る感じで、なんか一周した考えってのは原宿っぽい感じになっていいかなと思いますよ。ベースがそのスニーカー屋っていうのもあるんで、やっぱりスニーカーがもっとあの普及して、まあ、みんな持っていくつ履こうよみたいなのがもう単純にそれだけです、まあ、安くてもいいものもあるし高くてもいいものもあるし、本当にその平さんが今おっしゃってくれたようにその履きたいものを履こうよみたいな感じですね。あの東京に来てでパンクばっかり聴いてたんだけど、ちょっと音楽がアメリカの方の音楽にこうだんだん変わってきて、でスケーターみたいなそういうのもだんだんそっちの音楽みたいな聴くようになってきて、でその時そのラバーソウルとかドクターマーチンからスニーカーを履こうかなと思ってて、で探し出した時にたまたま黒いスニーカー当時なくて89とかな90とかそのぐらいかな、そうなくて、でスニーカーバーって探してたらアルタに行ったらこれが売ってて、うわ黒白じゃんとか思って、多分その時って多分売れ残りかなんかで多分すごい安かったんだよね、それで履いてて、でひろし君がその靴どこで買ったのって、これアルタで売ってましたよ、すごいですごい時代いいっすね、でアルタにひろし君買いに行って、ひろし君乗っけてドーンって上がったじゃん、よかった先に買ったそうだよ、だからその後はあかんなに上がったじゃん、はい、藤原ひろし恐るべしそうでもすごいっす、ね、それが最初、それで履いてて、でほらどうしたのみたいな、
これって多分一番最売れ普通のやつが売れなくなって、まあ、悪あがきで出して結局ダメで数が少ないみたいな、それがなんか新たに入ってて、そう買ったやつで普通の値段だったよすごい話ですね、今のエピソード、うん、なかなか聞けない話してる、あー積んでたもんだそう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 、またアトモスと一緒になんかやりたい、そうですね、ぜひ、うん、面白い客をさせてもらいたいですね、うん、ぜひやりたいです、多分このヒカルさんたちと一緒にやらせてもらえれば、今まで僕らがやってきたこととは全く違 う新しいこう化学反応みたいなのが起きそうなんで、ね、なんかもっと本当にもっといいものができる気がします、ものすごいアイデアめちゃめちゃあるからいや本当に力を合わせてなんかやらせてもらえればと思うんで、うん、ぜひよろしくお願いします。